今回の模擬授業について簡単にお話をします。私の模擬授業では、日本の教育は今どうなっているのだろうか、これから先生になる人はどんな授業をしたらいいのだろうかという内容ですが、もう少し詳しくお話をしますと、日本の子どもの学力は世界に比べて今どうなっているのでしょうか。そういったことの調査がOECD の学力調査で行われました。これはヨーロッパやアメリカや日本の国などが参加した学力調査です。別の言葉では PISA、 ピサ調査と言われています。この調査の内容、結果はですね、日本の子どもの学力があまり芳しいものではなかった。特に近年下降気味であるというようなことを踏まえて、これから日本の教育は、先生はどんな授業をしていったらいいのか、こういった内容が問われています。そのことについて、大学で、授業をしておりますが、そのほんの一コマを模擬授業で、皆さんと一緒に考えてみたいなと思っています。ぜひたくさんの皆さん参加してください。なお、6月の13日の朝日新聞にこういった内容が掲載されていますので、合わせてそちらの方もご覧ください。以上です。